皆さんこんにちは。本日は食べて会おうパクソジュンと一緒ビビゴパーティーへようこそお越しくださいました。今日は本当にたくさんの応募者の方の中から見事当選されました皆様をお迎えして、ここでビビゴパーティーを楽しく開催してまいりたいと思っております。本日 MC を務めます昨日の夜もワンマンドゥ、ワンマンドゥ大好きな MC の古山才希です。よろしくお願いします。分かっております。では早速お呼びいたしましょう。ビビゴパーティーホストはもちろんこの方です。パクソジュンさん、どうぞ。わあ、改めましてパクソジュンさんに大きな拍手をお願いいたします。では改めて日本のファンにご挨拶お願いします。ね、あ、お、あ、皆さんこんにちは、パクソジュンです。ということでございまして、今日はあのライブ配信でも本当にたくさんの方が見てくださっておりますので、カメラに向かっても一言お願いできますか。あ、네、여러분오늘이렇게만나뵙게돼서너무나반갑고좋은시간되셨으면좋겠습니다。今日は皆さんにこうしてお会いできてとても嬉しいです。今日は皆さんにとっていい時間になってくだされば嬉しいと思っています。はい、で今日お越しいただいている皆さん、そして配信ご覧の皆さんは、ね、去年から展開されております食べて会おうパクソジュンと一緒ビビゴパーティーキャンペーンにご応募いただいた皆さんということになっております。あ、대단하십니다。すごいですね。はい、もうワンマンドゥ大好きという、もう目からね火が出ておりますけれども、その思いが伝わってくると思いますけれども、いやでも本当にジューシーでもちもちで、しかもヘルシーで、ソジュンさんご出演の CM の通りで本当に美味しいですよね、ワンマンドゥ。네、저도ワンマンドゥ엄청즐겨먹고있고요。일본오기전에도먹었었는데이렇게또행사로와가지고소개할수있게돼서영광인것같습니다。本当に僕も大好きでよく食べているんですけれども、実は日本に来る前にも食べてきました。そしてこのようにイベントでご紹介できて本当に光栄です。はい、さあそれでは早速ですけれども、こちらのソファーにおかけいただいて、はい、 あちらの皆さんキッチンの時行きますからね。はい、じゃどうぞお座りください。もう腰掛けただけで完成です。すごいことになっておりますが、さあ今日はですねビビゴパーティーということで、ステージはこのような形でソジュンさんのお家を皆さんにお招きするホームパーティーというコンセプトでちょっとこう作ってみたんですけれども、いかがですかこの雰囲気。あ、정말저희집같아요。本当に僕の家みたいです。ソジュンさんの家の雰囲気だそうです。皆さん来た来た、家に来た、そんな感じでございますけれども、で今回は1月2日来日されましたけれども、単独イベントとしてはこれ5年ぶりになりますよね。ね、어쩌다보니까5년이라는시간까지흘렀더라고요。그래서오자마자물어보고싶었던건그동안잘지내셨는지별일은없으셨는지물어보고싶었어요。はい、そうなんです。そうこうしているうちに5年という時間が経ってしまったんですけれども、来たら皆さんに必ず聞きたいと思っていたことがありました。それは皆さん元気でしたか、おかわりありませんかということです。元気だったら拍手。元気でした、はい、で久々の日本いかがですか。오랜만에오니까더오래있고싶었는데막상이번에이일을통해서오게됐지만옛날에왔던기억도많이떠오르고되게짧은기간왔다가야되는게너무아쉬운마음이가장큰것같아요。
本当に久々に来ましたので、長くいたいなというふうに思っているんですが、実際にこの仕事で日本に来ることができました。そして昔のことも思い出しましたし、記憶がよみがえりましたし、短い期間なのが今回は残念だなという気持ちが大きいです。ちょうどね、2023年もう新年を迎えたばかりですけれども、1月1日お正月はどのように過ごされたんですか？1월 1일은 이제 한국에서는 설날이기 때문에 저는 보통 12월 31일과 1월 1일을 가족들과 보내려고 하는 편이고, 올해도 그렇게 보냈고요. 그 다음에 바로 일본 나고야 행사 갔다 오고 한국에서 또 스케줄 하다가 바로 또 이렇게 일본에 방문하게 되었습니다. はい、1月1日は韓国でもまあお正月ですので、僕はいつも12月31日から1月1日にかけては家族と一緒に過ごそうと思っていまして、今年もそんな風に過ごしました。でもすぐに次の日に名古屋のイベントに行きまして、その後また韓国でスケジュールをこなして、今回またこのように来日することになりました。はい、やっぱり偉いなと思うのが、こっち向きながらお話ししながら通訳さん訳してる時にそちらをしっかりと見てるというこのイベント慣れした雰囲気素晴らしいです。さすがです。はい、ちなみに今日はですね、日本では成人の日の祝日で、はい、日本各地で20歳になった方々が集まって、いわゆる20歳の集いというものが行われてるんですけども、韓国にも成人のお祝いありますよね。한국에도 5월에 성년의 날이 있는 걸로 알고 있는데, 사실 한국에서는 성년의 날을 그렇게 의미 있게 하지는 않았던 것 같아요. 그러니까 요즘은 어떤지 모르겠는데, 제가 성년의 날일 때는 그냥 똑같이 학교 가고 수업 받고 뭐 그런 일상을 보냈었는데, 일본에서는 성년의 날을 되게 크게 행사를 한다고 어제 들었어요. 그래서 일생에 한 번밖에 없는 날이니까 좋은 날이 됐으면 좋겠습니다. はい、韓国でも5月に成年の日という日があることはあるんですけれども、実はそれほど大きな意味を持って、何かをするということではないんですね。最近の事情はよくわからないんですが、僕が成年の日を迎えた時にはいつもの日常通りに学校に行って授業を受けてという、そんな日常でした。で、日本では大きく祝ったりイベントをしたりするということを昨日聞いたんですが、まあ、一生に一日一度だけのことですので、いい日になってほしいなと思っています。はい、ちなみにソジュンさんが自分大人になったなって感じた瞬間ってどんな時でした？좀 진지한 답변일 수도 있지만 성인과 어른이라는 표현이 한국에선 좀 의미가 다르다고 생각을 해요. 그래서 어른은 뭔가 존경받을 수 있는 사람이 되는 게어른의의미라고생각을하는데제가성인이지만어른이됐는지는아직모르겠고요어른이되기위해서노력하고있습니다そうですね、これはちょっとこう真剣な答えになってしまうかもしれないんですが、韓国では成人という表現と大人という表現では少し意味合いが違うと思うんですね。つまり大人というのは尊敬される人になるという意味が込められているんですね。で、僕の場合には確かに成人ではあるんですけれども、そういう意味で大人になれているかどうかは分からないので、大人になれるように努力しているところです。十分大人ですよ。だけど本当におるんですよ。でも時折見せるその青年のような姿にわしづかみにされる方もいらっしゃいます。心はね、はい、いやでも実際に今日配信ご覧の皆さんの中には成人迎えられたという方結構いらっしゃるようなので、お祝いの一言もしよろしければお願いできますか？어디보고얘기해아どちらを見たらいい？빨간카메라성인이되신것을진심으로축하드리고앞으로정말힘든일이더많이펼쳐질텐데잘이겨나가시고본인이원하는꿈이루는삶을사셨으면좋겠습니다。成人の日を迎えて心からお祝いしたいと思います。おめでとうございます。これから辛いこともたくさんあるかもしれないんですけれども、どうか乗り越えてご自分の夢を叶えられる人生になってください。
嬉しい一言ですよ。二十歳を迎えてパクソジュンさんにお祝いのコメント、ありがとうございます。